りゃいいんだ。深く考えんな。深く考えんな。まあ、勝てりゃいいんだ。深く考えんな。今すぐ参りましょう。
騎士グロリアに何なりとご命令を。もうすぐ任務が始まる。これが私の使命です。共に戦おう。指示を願います。下がれ。すまない。ターゲットを教えて。木を見て動こう。この程度どれがいいかな。だるまさんが私をお導きください。指示を願います。ターゲットを教えて。感謝。木を見て動こう。ターゲットを教えて。次。木を見て動こう。よかろう。どれがいいかな。やだやだ。私をお見せください。はい、指示を願います。許しはない。悪いがここは戦場だ。ターゲットを教えて。木を見て動こう。よかろう。どれがいいかな。マジックだよ。私をお導きください。わかりました。指示を願います。仰せのままに。ターゲットを教えて。わかった。木を見て動こう。さて、どれがいいかな。私をお導きください。ベラが強くなった。
光、苦難を払いたまえ。あれ、感謝します。テヘラが強くなった。指示を願います。ターゲットを教えて。木を見て動こう。この程度、どれがいいかな。光よ、皆を守りたまえ。うむ、礼を言う。指示を願います。諸君、ターゲット、私に続け。木を見て動こう。邪魔だ。どれがいいかな。私をお導きください。テヘラが強くなった。指示を願います。うむ、ターゲット楽に死なせてやる。え？もう終わったの？使ってないものがたくさんあるのに。この力があれば、苦しみにあえぐ人を一人でも多く救えるかもしれません。先ほどの状況は極めて危険だった。その混乱に乗じて逃げたのだろう。あの危険な混戦を制することができたのは、そなたの指揮によるところが大きかった。これで奴も懲りて簡単に手を出そうとは思わないだろう。そういえば、まだ用事があったのを思い出した。先に帰ってくれて構わん。ああ、商談に立ち寄らねばならない。出てくるがいい。あの団長はもう去ったぞ。商売だけでなくお芝居もお上手だとは思いませんでした。なれなれしく話すんじゃない。お前が今でも口を開けられるのは、さっき私に大口商売の話があると言ったからだ。その命が助かるかどうかは、これからお前が喋る言葉次第だ。まさに御所を恐るべしですね。
あなたが調べた通り、もともと私は甲府でした。しかしその後、鉱山放棄が起こりましてね。甲府たちを懐柔するために、法王国は私を甲府の代表に仕立て上げたのです。事実といささか齟齬があるぞ、カダル。まさか自分さえ言わなければごまかせると。お前のせいで悲惨な死を迎えた仲間たちのことをなかったことにできるとでも思っているのか。な、何を。お前も放棄した甲府たちの一員だった。そうだな、家族を安全な場所に隠した上で粗末な道具と生身の肉体だけで圧政に反抗しようと仲間たちと約束した。しかしお前は自分の保身と金のために信頼してくれた仲間を売り渡したのだ。彼らの家族は捕らえられ、脅迫材料となり、そのために放棄は瓦解した。事態が沈静化した後、放棄に関与した者たちは次々と秘密裏に処理され、その家族は奴隷として売られてしまった。その一方でお前はいわゆる甲府代表となり、お前の同胞を法王国が搾取するのを手助けした。そんな話根も葉もない噂でしょうに。ほう、そうか。ならばこれは何だ。よもや忘れたわけではあるまい。お前と放棄した甲府のリーダーの名札だ。法王国の刻印が押してあるな。それはありえない。どこから入手したんだ。お前のせいで奈落に落ちた者の手からだ。思い出した。あなたでしたか。あなたはエラマンへ売り飛ばされたある踊り子を買った。その名札は踊り子が持っていたものですよね。なんだ、私たちは同じ穴のムジナじゃないですか。なぜそんなに私を責めるんです。もうじき死体になる者に説明は無用だ。まあまあやめましょう、そんな話。私のことを調べ上げたのなら今の私の身分についても見当がつきますよね。お前の本当の主は法王国だ。お察しの通りで、イリアに独立の波が巻き起こった後、法王国は表向きイリアから撤退した。しかし実際その触手は新しく生まれたイリアの体内深くに埋め込まれていたんです。そういうお前がその触手の一本というわけか。表向きは愛国商人としてイリア独立を支持するふりをしながらな。これが私の取引です。取引。あなたのように聡明で有能な商人ならしっかりと情勢が見えていることでしょう。今のイリアにとって多勢力の支配から完全に解放されることなど夢物語に過ぎない。道は私が作って差し上げます。私たちで法王国と協定を結び、他の勢力にイリアから手を引かせるよう動くのです。そうすればあなたはイリア経済の大動脈から絶え間なく富を吸い上げられるでしょう。その条件は自分の命と引き換えるのに十分だと思うのか。もし本当に私を殺す気だったら、そもそも喋るチャンスさえ与えなかったでしょう。あなたはよく分かっているはずだ。ご自身もまた清らかな身ではないことを。事実が明るみに出たら
あなたはあの団長や他のお仲間たちに合わせる顔がない。だからあなたはためらって、秘密はそのままに、私の出す条件を聞くことにしたんでしょ。その心の重荷を私が下ろして差し上げましょう。これが私の提示できるもう一つのメリットです。あなたはお金のためにここに来た。余計な面倒を背負う必要はないでしょう。当時、法王国から協力の打診があった時、仲間を裏切ると決めた時だろう。はいはい、どうしてもそう言いたいならどうぞご勝手に。ともかく私は割り切って自分が納得できる選択をしました。冷たいコインでも手の中に握りしめていれば体温で温かくなるものですよ。あなたが何も言わないなら黙認と受け取りますが。次に会う時は私たちの身分にふさわしい場所だといいですね。その時は杯を交わそうじゃありませんか。商売繁盛を祈りますよ、赤んべさん。今すぐ参りましょう。
騎士グロリアに何なりとご命令を。共に戦おう。指示を願います。下がれ。ターゲットを教えて。うん、指示を願います。仰せのままに。ターゲットを教えて。分かった。指示を願います。共に戦おう。了解。ターゲットを教えて。準備完了。指示を願います。下がれ。ターゲットを教えて。分かった。やるじゃん。あ、なんでもねえ。俺がいるからには当然の結果ってことだ。なんでもねえ。俺がいるからには当然の結果ってことだ。
騎士グロリアに何なりとご命令を。面白いとこ？うちも行きたい。これが私の使命です。共に戦おう。ありがとう。指示を願います。下がれ。ドロンだ。おバカさんが一人減ったね。私をお導きください。ベラが強くなった。光に苦難を払いたまえ。感謝します。指示を願います。共に戦おう。ありがとう。おバカさんが一人減ったね。私をお導きください。ベラが強くなった。はっ。感謝します。どれがいいかな。指示を願います。許しはない。悪いがここは戦場だ。私をお導きください。ベラが強くなった。指示を願います。どれがいいかな。打ちってばすごい。切る。私をお導きください。ベラが強くなった。指示を願います。すまない。私をお導きください。指示を願います。あれ、ベラが強くなった。私をお導きください。指示を願います。私をお導きください。指示を願います。あれ、ベラが強くなった。私をお導きください。指示を願います。どれがいいかな。私をお導きください。指示を願います。あれ、ベラが強くなった。どれがいいかな。
若さんが一人減ったね。こんなのやだよ。もう一回やり直したい。騎士グロリアに何なりとご命令を。面白いとこ？うちも行きたい。これが私の使命です。もうすぐ任務が始まる。
共に戦おう。次は私の番。いいですよ。指示を願います。仰せのままに。ターゲットを教えて。どれがいいかな。マジックだよ。私をお導きください。何か私にお手伝いできることは。感謝します。次は私の番。了解。指示を願います。仰せのままに。ターゲットを教えて。分かった。どれがいいかな。やだやだ。私をお導きください。感謝いたします。光に苦難を払いたまえ。私にお手伝いできることは。次は私の番。いいですよ。指示を願います。ありがとう。ターゲットを教えて。どれがいいかな。おバカさんが一人減ったね。ありがとう。私をお導きください。何か私にお手伝いできることは。ありがとう。感謝します。次は私の番。
何か私にお手伝いできることは？次は私の番。みんな手を出して。あれ？ベラが強くなった。指示を願います。許しはない。ターゲット次。私をお導きください。何か私にお手伝いできることは？次は私の番。感謝します。感謝いたします。指示を願います。すまない。ターゲットを教えて。わかった。どれがいいかな。ドドンと。おばかちゃん一人減ったね。私をお導きください。光の苦難を払いたまえ。何か私にお手伝いできることは？感謝します。次は私の番。指示を願います。させない。ターゲット。どれがいいかな。うちってばすごい。私をお見せてください。あれ、何か私にお手伝いできることは？you
次は私の番。あ、ごめん。指示を願います。あれ、デラが強くなった。うわー、この人じゃない。ターゲットを教えて。私をお見せください。何か私にお手伝いできることは。次は私の番。感謝いたします。指示を願います。すまない。ありがとう。ターゲットを楽に死なせて。私をお見せください。もっと強くならなくて。感謝します。ここで頑張らなきゃ。私がついていますから。ありがとう。こんなのやだよ。もう一回やり直すばい。この力があれば、苦しみにあえぐ人を一人でも多く救えるかもしれません。皆さん、今回の紛争は法王国とは関係がなく、本来私は表に立つべきではありません。ですが、イリアの民衆に善悪を示すべきリーダーたちは暴言を吐き、武力に訴え、見るに耐えない体たらくです。信仰心を持つ一人の人間として、この現状を見過ごすことなどできません。これまで繰り広げられてきた争いは、多くの罪なき人を傷つけてきました。そこで私は考えたのです。法王国を仲裁者とすれば、イリアの人々に光あふれる未来をもたらせるのではないかと。
光よ、どうか苦難にあえぐ者たちにご加護。皆さん、善意に対してもう抽象と邪推で報いるべきではありません。前にも述べましたように、このような汚名を着せられても今なお私はイリアを深く愛しています。私はイリアが霊族から独立への道を歩むのをこの目で見守ってきました。しかし今、無意味な戦争で満身創痍になっているのを目の当たりにして、ひどく心を痛めております。この地には助けが必要です。私たちには善悪をわきまえた分別のある人が必要なんです。光を、苦しむ者たちにご加護を。こんなに法王国の肩を持つなんて、カダルは何か大きなことを企んでるね。このままだと彼の思うツボになっちゃうかも。フルダヌキめ、思い通りにさせてたまるか。と言っても奴が法王国とつながってる証拠がねえんだよな。カダルの意見はもっともだ。アカンベさん？あいつら、やっぱり同じ穴のムジナだったか。そう、カダルの言っていたことはどれも事実だ。だが、もう少し補足が必要だ。この滑稽な裁判を終わらせるために。私の知る限りでは、確かに法王国は多くの支援を提供していた。例えばカダルの資金の大半は法王国の援助によるもの。そのボロ札を出せば誰もが作り話を信じるとでも思っているのか。今さら聖人君子になりたいのか。忘れちゃいけない、あんたと私は同類だ。そんな話は耳にしたことがありません。アカンベさん、あなたの話が事実だとして、どうやって彼の名札を手に入れたのですか？エラマンに売られたある踊り子から、私が死なせてしまった女性から。エラマンに売られた踊り子。その通り、彼女は気高く
そして何者にも屈することのない強い女性だった。しかし私の無知とおごりが彼女の希望を断ち切ってしまったのだ。この2枚の名札、1枚は鉱山放棄のリーダーのもので、もう1枚はこのカダルのものだ。どちらも彼女が持っていたもの。彼女はその命が尽きる最後の瞬間までこれをしっかりと握りしめていた。彼女の夫であるイリア鉱山放棄のリーダーの形見なのだ。彼女を従わせるために私は大声で名札を捨てろと命じた。夫が無能だからこんな状況に陥ったのだと彼女を侮辱した。私は思ったのだ、彼女は怖がるはずだと。きっと泣いたり叫んだり、運命を嘆いたり夫を責めたり私に哀願したりするのではないかと、そう思った。しかしそんなことは一切なかった。彼女は笑みさえ浮かべて私にこう言った。自由と平等を求める人はどんな時においても尊い存在なのだと。彼女はそんな勇気ある夫を持つことに幸せと誇りを感じていると。ママ、パパ、今さらこんな話をするのは全くお恥ずかしい限りだ。それに許しを乞いたいわけでもない。ただせめて今回だけは本当のことを言いたい。真実かどうかは皆さんの判断に委ねたいと思う。私は信じます。だって彼が話したのは私の両親のことだから。両親についてはこれまで本当にいろんな話を聞いてきました。でも彼の語った話こそ真実だと信じる。今にも泣き出しそうな彼の表情も本物だと思う。私は赤んべさんのことを信じます。
騎士グロリアに、これが私の使命、ご命令を。もうすぐ任務が始まる。共に戦おう。あれ？デラが強くなった。指示を願います。了解。ターゲットを教えて。うん、どれがいいかな。私をお導きください。指示を願います。あれ、ターゲットを教えて。シェラが強くなった。私をお導きください。指示を願います。ターゲットを教えて。私をお導きください。指示を願います。ターゲットを教えて。どれがいいかな。おバカさん、一人できたね。私をお導きください。指示を願います。許しはない。すまない。素晴らしい勝利です。共に戦えることを光栄に思います、団長殿。もうすぐ任務が始まる。ターゲットを教えて。
ターゲットを教えて。ターゲットを教えて。コルはちょっと疲れた。家に帰っていい？騎士グロリアに何なりとご命令を。これが私の使命です。面白いとこ？うちも行きたい。共に戦おう。あれ？ベラが強くなった。指示を願います。許しはない。すまない。むむ、どれがいいかな。ドドンと。おバカさんが一人でしたね。いいかな。ドドンと。おバカさんが一人減ったね。申し訳ない。私をお導きください。ベラが強くなった。光の苦難を払いたまえ。あれ、ベラが強くなった。いいかな。マジックだよ。
おバカさんが一人減ったね。私をお導きください。ベラが強くなった。わかりました。いいかな。だるまさんが転んだ。私をお導きください。ベラが強くなった。はい。どれがいいかな。やだやだ。私をお導きください。ベラが強くなった。庇護の光よ。どれがいいかな。ドドンと。使命を全うします。光よ、苦難を払いたまえ。ベラが強くなった。お導きください。光に苦難を払いたまえ。ベラが強くなった。だるまさんが転んだ。庇護の光が無意味な流血で犠牲、いつになったら終わるのでしょうか。